1964年の国鉄スワローズでは、1964年の国鉄スワローズの動向をまとめる。この年の国鉄スワローズは、林義和監督の1年目のシーズンである。前年オフに中澤藤雄から、私の後輩に林義和がいるから、コーチとして入団させてほしいの言葉に対し、業務提携していた産業経済新聞社社長の水野茂雄は、 中澤が言う人だから、監督になってもらおうと監督に任命した、このシーズン、フランチャイズを、高楽園球場から、明治神宮野球場に正式変更して、シーズンに臨んだ。この年も、金田は、序盤は好調で、7月16日に、前人未到の4 0脱三振、そして同月30日には20勝を達成して、連続20勝を14年まで伸ばした。 しかし上がって林監督との対立が多く、特に8月には露骨に登板拒否することが頻繁になり、最後はチームも故意に甘んじた。投手陣は打工傾向の中で防御率3.44と検討し、打撃陣は豊田康光の活躍で117本塁打とリーグ3位、盗塁数もリーグ4位ながら100個を記録した。林監督の解任は決定的になるも、 産経新聞以外の新聞に、林監督解任の報道がシーズン中に出されたことで、産経新聞社の水野社長は、林監督の留任を主張。結局林監督は留任となったが、これに起こった金田は当時存在した b 級1 0年選手の特権を行使して巨人に移籍、15年所属した国鉄スワローズを去った。そして、これをきっかけに、 国鉄スワローズの身売りは時間の問題とかす。ありがとうございます。